ストーカー側にいた、指示を受けてストーカーしてたっていうような意見を聞いたっていう話のことですね。あ、すみません、去年の統一地方選挙で、所沢のおしゃべり会でお話しさせていただきまして、その時に、集団ストーカー犯罪、これを創価学会がやっているということを山本太郎代表が、お話ししてくれたおかげで全国的に周知ができました。で、そのお礼を兼ねて自分は今東京、埼玉、群馬でポスター掲示のボランティア活動をしています。約7ヶ月で60枚ほど貼りました。年会100枚のペースで確実に貼れると思います。で、そこでもう少し山本太郎代表にですね、このことを、公明党の山口に質疑だけでもいい、それだけでもしてほしいと思っているんです。全国に1万人被害者がいるんです。これをやっている奴らは本当に変態の集まりなんです。部屋を覗き、盗撮、盗聴して下着まで盗むという変態の集まりなんです。どうか助けてあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。私が実際に被害に遭ったわけではないんですけれども、うちのグループから創価学会学会員の人が立候補するというようなことが過去にあったんですね。で、その時にその応援に来ていただいたさまざまな学会員の方々が集まって意見を聞くっていう会を何度か開いたんですけれども、その中で、私自身がその集団ストーカーをやってましたと、その執行部に対して結構なんだろうな、反抗的な態度を示す学会員に対して、そういうような攻撃をしてたっていう、だからストーカー側にいた、指示を受けてストーカーしてたっていうような意見を聞いたっていう話のことですね。ありがとうございます。で、実際にそういう被害があるんだという声がより集まっていけば、当然それは社会問題として、これは何だろうな、やり取りする機会があるならば、これは、そういうタイミングを狙ってやるってことももちろん必要やぶさかではないという話だと思います。ただ山口さん、代表のお名前が出てましたけれども、山口さんは閣僚とかではないので、国会の場で何かしらやり取りをするってことが難しいんですね。答弁を求めるってことが難しいので、そういった国会の場っていうことにはならないと思うんですね。山口さん自身にその答弁を求めるならば、なかなかそういう感じではいかないだろうなと思います。何かやり方はないかってこともちょっと合わせて考えてみようというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。インボイス制度なんですけど、始まって半年以上経ってますけど、今まで正直登録業者にならずにとぼけてたんですけど、さすがに取引先から言われてしまったので登録しないといけない状況になってしまってるんですけど、廃止してほしいですお願いします。ありがとうございます。間違いがないと思います。おっしゃってることにもう完全同意、廃止しかないっていう一点なんですけれども、今のパワーバランス、政治のパワーバランスの中でというよりも、今の与党は全くそんなこと考えないですね。だからやっぱり倒さなきゃダメなんですよ。で、先ほど立憲民主党に関して、現執行部に関しての意見は言わせてもらいましたが、意見というか個人的、有権者の目線からの私の感想ってものを言わせてもらいましたけれども、でもインボイスってものに対しては、おそらく立憲はこれは立ち止まるで OK なんですよね。やめる方向で OK なんですよね、おそらくね。だからそう考えるならば、次、その野党側が数多く議席を得るってことになるならば、インボイスに対してのブレーキはかかる可能性があるってことですね。だから例えば登録業者になってしまうっていうことの選択は、もうそれはもうご自身のことですから、そのいろんなお付き合いの中で、これから仕事が続けられなくなるというならば、そんな無理はなさらない方がいいと思うんですね。でも確実に、この間個人事業主の人とも話を聞いてたら、今まだこの何年間の間はその激変緩和措置というか、いきなりバンと払わされるわけじゃなくて、今はまあ手加減してくれてる時期でも、これが数年後に満額払わなきゃいけないってことになったとしたら、これちょっと無理かもしれんってことを言ってたので、その場面になってやっと気づく人たちもいるわけですよ。
このインボイスっていうのがどういう意味を持つか、自分にどんな影響があるかってことをほとんど意識してなかった人たちが、いやでも意識するという時期を迎えてるんですね。だからよりインボイスはやめろっていう声は、これはみんなで出していく必要があると思ってます。でインボイス自体をやめろはもちろんなんですけれど、消費税やめろ自体をやっぱりこれは貫かなきゃダメなんですね。で消費税やめるってことは当然インボイスもやめることになるし、で少なくとも、廃止が無理なんだったら 0%、 いや消費税は廃止にはできない、大切な財源なんだというようなことを言う野党側もいるわけだから、廃止は無理だっていうんだったら少なくともゼロはどうだと。でまた必要あればパーセンテージ上げていけるじゃないかっていうようなことを、やっぱりこれは国民のプレッシャーを強めていくっていうのが重要だと思うんですね。まあ下げたものを上げるっていうのはなかなか難しいので、事実上の廃止に向かっていくとは思うんですけれども、はい、そのようなことでちょっと力を合わせて、インボイスもたとえ登録になったとしても関係なく、それはこれはもう小規模事業者潰しにしかつながらないというような生の声をやっぱり伝えていっていただけるっていうのも大きなこれ運動ですので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうして山本太郎っていう名前になったんですか？これはですね、名前の由来といいますか、ありがとうございます。本当になんでこんな名前にしやがったってことを恨んだ時期もありましたよ。あまりにも簡単すぎるだろうっていうね。でこの名前に、まあ本当に 200% 感謝するという気持ちになったのは、やっぱりこの仕事についてからですかね。簡単じゃないですか、名前がね。でもやっぱりそこにもトラップがあるんですよ。山田さんがいたりとかね、山田太郎さんがいたりとか、まあそういう似た名前で結構ややこしいとか、同姓同名立てられるとかね、まあ、ややこしいところあるんですけど、まあ非常にシンプルな名前でいいなと思うんですけど、昔に親に聞いたことがあるのは、どうして太郎という名前をつけたのかってことに関して小さい頃に聞いた記憶なんですけれども、太郎っていう名前が好きなんだったんですって。親が太郎っていう名前が好きだったから、男の子が生まれたら太郎って名前にしようと思ってたっていう、すいませんね、何かね、もっとなんか特別な理由があればねよかったんですけど、こんな、名前と同じぐらい単純な理由で申し訳ないっていうことで、そういうことでした。ありがとうございます。